作家の小林直と申します。私は、漆喰という建築材料を使ってアート作品を作っています。今回の作品を、ご自身で紹介していただけますでしょうか。はい、今ここは、横須賀市の神奈川歯科大学附属病院というところに来ています。今回私は、11メートル ×約5メートルの壁画を制作させていただきました。今日はその取材に来ていただいています。壁画ということですが、この後ろにあるものがそうですか。はい、こちらが実際の作品になります。だいたい、2階から4階のかけての吹き抜けに設置していただいています。タイトルはクイーン・オブ・ジャカランタと言います。ジャカランタとは、この神奈川歯科大学附属病院の大学の方に実際に咲いているお花になります。香木でして、木に紫色の綺麗なお花がだいたい6月ぐらいに咲くお花です。ジャカランタをモチーフに選んだ理由は何だったの。大学のモチーフであるジャカランタのお花をテーマにしてほしいというふうにお話をいただきました。見る人にはどんなことを、どんな気持ちを伝えたいですか。そうですね、やっぱり病院に来る方は治療に来る方が主だと思いますので、少し気持ち的に不安を感じている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういう方たちが、まあ、待っている、治療を待っている時間に少しでも、優しい気持ちになれたり、ちょっとホッとする気持ちになれたり、あ、綺麗だなって純粋に感じてもらえたらいいなと思っています。作品の特徴なんですけれども、まず漆喰の独特の質感、テクスチャー感があるというところと、あと絵の中に天然石を埋め込んでいるんですけれども、それがジャカランタのお花は紫色で、そのつぼみも濃い紫色なので、それを表現するために天然石のアメジストを埋め込んでます。でそれの光、それが少しちょっと影の部分になるとしたら、その反対に光の表現として透明なクリスタルも入れています。その少し立体感、そしてライティングした時の輝きが絵のアクセントになっているとは思います。絵を、抽象的に表現したいなって思った時に参考にしたのは、曼荼羅ですとか、あとは万華鏡なんですけれども、その形、抽象的な形の中に何かこう精霊のような形を自分の中で見つけられたり、優しい、クイーン・オブ・ジャカランタっていうクイーンの、微笑みのような表情を見つけられたりすることができたらいいなと思って描きました。そもそも木の形を描いたり、はい、花の形を描いたりしなかったのはなぜか。そうですね、やっぱりそのまま木の形を描いたり花の形を描いたり、写真のように描いてしまっては、なんかそこから想像する余地っていうのがないなと思っていて、私が、抽象画にこだわるのは、見る人によってその人の気持ちに寄り添って、その人が思う絵の形だったり思いだったり自由に感じてもらいたいなっていうのが一番強くずっとテーマにしていて、悲しい時は少し一緒に悲しんでくれたり、
嬉しい時は一緒に喜んでくれるような、その見る人の気持ちに寄り添う、そして一緒になんか生きていく、そういう絵を描きたいなってずっと思っていたので、それが抽象に私の中では自然に落とし込まれていったものになると思います。今後どんな方になりたいですか？はい、そうですね、ずっとやっぱりテーマにしているのは、何かこう多くを語るのではなく、何か特定のことを喋るような、語りかけるような絵ではなく、その人にただ寄り添うような絵が描きたいなと思っていて、それはずっと大学の頃に自分がすごく辛い経験をした時に、たくさん喋って、なんていうのかな、励ますのではなく、喋って話してこう励ますのではなく、ただずっとそばにいてくれて勇気づけてくれた、まあ、友人のそのなんか愛の形っていうのが私にとってすごく制作の根底になっていて、多くを語ったりたくさん、アイデアを出すのではなくて、ただ元気になるまでそばにいる、優しく寄り添う、そういう愛の形をテーマにずっと描きたいなと思っているので、その初期衝動をずっと忘れずに、寄り添える作品、なんていうのかな、その人が思った通りでいいよ、あなたはその思ったままでいいんだよっていう、うなずき返してくれるような絵を描いていきたいです。